こんにちは、スプリングです。私は今岡山県美咲町、ここは七ヶ原駅という駅に来ております。七ヶ原ステーション、いやー非常にいい駅ですね。こんな駅聞いたことないって？そうですね、ここはねもうすでに廃線となった路線なんですね。それの駅が今でも残っているということで、こんなにねいろんな車両が残っているんですね。この路線は何かと言いますと、もう廃線になっているんですが、童話工業片上鉄道というね、路線となっております。確かね、動画を撮ったのが今年の8月ぐらいでしたので、かなりね前の撮影にはなってしまうんですけども、まあちょっとね、これを取り上げてみたいなと思います。こちらの駅は登録有形文化財に認定されているんですね。旧片上鉄道七ヶ原駅、いやー非常にいいですね。こういうようなガラスもなんか一個一個が最近のガラスと違ってね、歪みがあって大変美しいですよ。まあ、ちなみにここ片上鉄道は1991年に、廃線となった路線となっておりますが、この七ヶ原駅の一個隣、柳原駅でしたかね、そこからですね南の方に下って片上駅まで向かう全長33キロほどの路線でございました。しかしね、廃線になりましてもこのように線路が一部残っておりまして、そしてね、保存車両がたくさんあるということでね、撮影に向かっております。というわけでね、結構いろんなところで撮影をしてまいりました。まずはこの駅舎から見るこの鉄道、やっぱりいいですね。こういうのはラッチ、その奥にある旧型客車に、かなり古いディーゼル機動車、いやこういうのがねやっぱり素晴らしいですね。きちんと整備がされて残されている。ちなみにこの機動車は動くようですよ。いやにしてもこのコンクリート製ですか、このラッチがいいですね。ラッチというのは改札口のことなんですけどね。そしてこちら側には旧型客車、先ほども映ってありましたね。そしておそらくディーゼル機動車ではなく、元はこれガソリンカーでしょうね。まあそういうようなね、なかなか古い個性的な車両がね、今でも生体保存、あ、じゃあ胴体保存か、されておりまして、大変素晴らしい場所となっております。廃線からこれ91年廃線ですので、もう30年ほど経ってるんですが、まあ今でもね列車が来そうな雰囲気ですよね。奥の方にも列車が1本止まっております。いやーいいですね。まあ、このコロナが始まる前に関してはね、まあなんか月1回でしたかね、まあ、体験運転とか、まあその体験乗車ができるようだったんですが、今コロナの影響でやっていないようでした。この駅長ステーションマスター、いやーこれもいいですね。いやー本当に素晴らしい。向こうには行くにはね、この線路を渡るようです。左右確認じゃなくて うさって読むんですかね、右左で確認なのかな、まあ、そういう書き方もあるんですね。というわけで向こうにちょっと移ってみようと思います。まずはね、ちょっと片上鉄道の紹介もちょっと入れておこうかなと思います。片上鉄道はまあ声で旅客の車両もあるんですけども、まあ元々は鉱山からね、この隣にある柳原というところに鉱山がありまして、そこから硫化鉄かなんかでしたかね、まあそういうようなものをまあ吉井川に沿って南に、まあ海の方へ持っていくのが役割のようです。元々はね、まあこの地域から船を使って南の方に持って行っていたようなんですが、まあ結構いろんな機動車の、写真と紹介があるみたいですね。まあちょっと話を戻しますが、その船、まあ高瀬船という船なんですが、まあ高瀬船って聞くとね、森鴎外の小説が出てくるんですが、まあそういう高瀬船を使ってその鉱山から出たね、鉱物を南の方に持っていくということをしてたんですが、まあさすがに効率が悪いということで、まあこの鉄道が引かれまして、その後はね、高瀬船からこちらの、片上鉄道に役割が変わったようです。まあ、ちなみに高瀬って聞くとなんか、高い瀬って角度でね、深そうなイメージなんですが、意味としては浅瀬という意味だったかなと思います。まあ、そんな話はまあどうでもいいんですよ。別にうんちくチャンネルではありませんので、ちょっとね、いろいろ見ていこうと思います。七ヶ原駅、手書きがかっこいいですね。いやーにしてもこの旧型客車もなかなかいい味を出しております。やっぱりね、保存状態がなかなかいいっていうのはこの上に屋根があるからなんでしょうね。というわけでね、このおさふねカントリーと書かれたこの素晴らしいレトロなこの椅子とか看板とね、旧型客車一緒に撮ってみました。やっぱりね、こういう旧型客車はこういうね、レトロな文字、そういうようなね、ものが似合いますね。いやー、行くまでもちょっと列車が動きそうな感じがいたします。そしてこの旧型客車に映るこのライトと駅ですね、非常に良かったなと思います。
さっきからね、ちょっと音はしてると思うんですけども、こちらはキハ303。そして前にいますね、元ガソリンカーの車両が、今もね、ちょっと点検をしていたようです。運転席見えるかなと思ったんですが、ちょっと見えませんね。なかなか高い感じで、向こう方見えにくいようです。いやー、綺麗な色をしていますね、この列車。この窓、ちっちゃい窓がいっぱい続いている。まあ、いかにも一昔前の、この鉄道という感じで素晴らしいですね。そして何やらね、こちらの機動車がさっきからね、ずっとエンジンを上げているんですが、まあ、ちょっとやっぱりね、放置をしておくと、まあ、状態が悪いのかね、動かなくなってしまっては困るということで、結構整備をされていたようですよ。こちらは運転席が見えていますね。おー、いいですね。いやー、これが走るところもちょっと見てみたいなと思うんですが、ちょっとまだね、走る予定はないようです。この先ね、線路が続いておりますけども、少しだけ向こうまでね、伸びておりまして、そこでね、この機動車や、まあ、最後に出てきます、DD13 という機関車をね、この旧型客車を引っ張らせて、なんかそういうような体験乗車ができるようです。いや、本当に楽しいですね。まあ、こういう風にもう生体保存とか動体保存がされておる。いや、やっぱり SL とかね、そういうのも非常にいいんですけども、まあ、こういうようなディーゼル機動車とかね、そういうようなものに乗れるっていうのは、やっぱりちょっと違う楽しさですよね。こちらは先ほどから出てきております旧型客車。列車の車内を見ると、いやー、いいですね、こういうようなボックスシート。なんかこのついてるのは灰皿ですよね。もう今はね、もう新幹線、あ、カヌキもついてるわ。新幹線ですらね、もう分煙ということで、喫煙所が設けられておりますけど、昔は車内で普通に吸えたんでしょうね。まあ、もともとこの客車自体は国鉄の製造のもののようで、先ほど映っておりましたけど、国鉄マークがついていましたね。で、こちらはちょっとね、上がれるようですので、ちょっとだけ乗ってみようと思います。いやー、上のランプもいいですね。ちょっと中はね、今コロナの影響で入れないようなんですが、こういう感じになっておりますよ。いやーね、これ撮った、3ヶ月ぐらい後に大井川鉄道に私も行きましたけども、まあ、こんなんが今でも走り回ってるってのは驚きですよね。いやー、やっぱちょっと乗ってみたいなー。こういうの網棚とかも結構いいですよね。味わいがあっていいなと思います。デッキは危険ですと。まあ実際走ってる時はここには立たないでくれということだったんでしょうね。もうこちら側は線路がないようです。いやー、いいですね、本当に。非常にレトロ。何回同じこと言うんだって感じですけどね。というわけでね、ちょっとこちら先ほどの旧型客車撮影をしておきました。まずは車内の様子。こちらさっきね、ちょっと同じような写真も撮っておりましたけども、まあ、この街灯と、窓に映る駅ですね。この駅舎自体も大変、のどかでね、素晴らしい駅でした。お、白煙を上げておりますね。先ほどのキハ、これは702ですか？それが結構ね、煙を上げておりました。そしてね、あれだけが保存車両ではなく、こちらの方行くと、最初の方にも映っておりましたね。キハ312というやつですね。いや、なんか、どことなく神戸電鉄の3000系に似ておりますが、まあそんなこと言うと、あの人が怒ってしまいますね。全然違うとね、怒られてしまいますので、あんま言わないようにしておきましょう。いや、いいですね。そしてこちら側を見ると、またなんか、変てこなものが止まっているわけですよ。なんだこれと、7001と書かれておりますが、なんか独特な顔つきをしておりますね。一番上の前哨灯の下にものすごい、おそらくね、タイフォンだと思うんですけど、旧岡山臨海鉄道、夕張鉄道から来たんですね。へー、そんなものがこんなところにあるのは全然知りませんでした。いや、非常に面白い車両がいてね、勉強になりましたね。そしてこちらはバス。ちょっと古そうなバスですね。私バスは全然わかりませんので、ちょっとあまり何とも言えないところでございますが、さあそしてこちら側はこちら側とて、またなんか線路が引いてあって何か乗っておりますよ。何ですかこのリアカーみたいな、めっちゃ面白いですね。この台車、何の台車でしょうか。そしてこちらを見るとまたまた台車にしても古そうですよ。これも昭和10年川崎車両。ほっほー。で、この、無外車は何ですか？
トトって書いてあったのかな、ちょっとわかりませんでしたが。で、こちらは車掌車ですよね。WAF100 ということですね。いやー、こんなんも未だにちゃんと残ってるんですね。伝言版。私も書いておきました。とても素敵な場所です。私が書きました。まあなんか普通に書いていいようでしたのでね。私も書き加えておきました。いやー、非常にいいところでした。もうまたなんか出てきましたよ、これ。めっちゃ古そうな車両。これ旧型国電じゃないですか？だいぶボロボロになっておりますけども。いやあ、こんなものまで止まってるんだ。これもう駐車場のすぐ隣なんですけどね。こんなものが止まっておりました。さあ、そして先ほどの吉ヶ原駅から少しだけね、西側に行きますと、こういうのは幸福柳原駅というのがあるんですね。まあ、柳原駅というのが元々の終着の駅ですので、まあ、その跡地にこういうふうにね、こちらも展望席がつきました。旧型客車。そしてこちらは DD の13ですね。いやあ、武道色をまとって非常にかっこいい。私これ撮ったのが8月でしたので、まあその後にね、まあこの車両色が塗り替えられたようです。まあもともとはDD51 とか、D10 とかそういうような感じでね、赤色をまとっていたようなんですけども、まあそれにね、今戻されたようですね。まあですので、この武道色をまとった DD13 を見れてね、私は良かったなと思うわけでございますよ。向こうの方行きますと、先ほどの吉ヶ原駅。ここの幸福柳原駅まで体験乗車ができるようです。DD13 の551、肉まんですね。豚まんか、551、あるとき、ないときってやつですね。わかる人は関西人だと思います。そしてこちらに泊まっております、旧型客車。いやー、これもなんかいいですね。旧客ってね、この台車がかっこいいですよね。今だと台車の形が全然違いますからね。いやー、にしてもいいですね。ちょっと乗ってみたいなと思うんですが、またちょっとね、体験乗車ができる時に改めて訪れてみたいなと思う次第です。こちらもね、やっぱ雨風を防ぐためか、まあこういうような屋根が設けられております。こちらもね、ちょっとデッキのところには乗車ができましたので、車内撮っておきました。釣り革があるんですね。じゃ向こうの方には通称耐え叩きがありましたのでね、一緒に撮っておきました。やっぱりちょっと国鉄時代感が出て非常に良かったんじゃないかなと思います。というわけで今回はね、片上鉄道の撮影でございました。いやー本当にね、レトロでもう楽しかったですね。まだちょっと体験運転が再開を、あとは体験乗車が、再開したら訪れてみたいなと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。